はい、今回はスペインのバルセロナに来てます。ここもマルタから飛行機で2時間ぐらいなんで結構簡単に来れますね。で、とりあえずサグラダ・ファミリア見ないとなと思って歩いて行って、道曲がったら突然現れましたね。ただ中に入るにはオンラインでのチケット予約が必要なんで、一旦後回しにしてグエル公園というところに来ました。ここもですけど、主要な観光名所はだいたいガウディっていう建築家が手掛けたものですね。土曜日だったんでさすがに人も結構いましたね。で、公園も結構広いんで歩いてるうちにもうサグラダ・ファミリアの予約時間になっちゃったんでタクシーで速攻向かいました。で、これが外観ですね。で、オンラインチケットを見せて中に入っていきます。もう入った瞬間、中の柱とかステンドグラスがすごくて、ついに来たなって感じありましたね。よくわかんないですけど、多分相当計算して作られてるんでしょうね。時間は昼間なんですけど、このステンドグラスの色によってなんか夕焼けみたいにも見えますし、すごいですよね。で、これは外に出て裏側の出口から見上げた映像ですね。で、その後結構有名なカタルーニャ広場っていうところに来たんですけど、だんだん曇ってきちゃってあんまり映えてないですね。その後路地を適当に歩いていって、タイマミュージアムっていうちょっと怪しいところに行きました。まあ中は至って真面目な博物館みたいな感じですね。なんかタイマの歴史にまつわるものがいろいろ展示されてます。で、もう暗くなってきたんで、このブケリア市場っていう市場に来ました。ここでは結構フルーツとかお菓子とか生ハムとかワインも売ってたんで、いろいろ買って泊まってるホテルに持ち帰りました。で、夜の外ももうかなりクリスマス的な雰囲気になってましたね。で、これは泊まってるとこのすぐ隣にタパスバーがあったんで、そこで適当に飲んでます。 iPhone の動画はこれで終わりなんで、あとは食べたものとか載せていきます。このタルタルステーキっていう生肉のユッケはかなり美味しかったですね。で、もちろん昼にパエリアも食べました。あとはカサバトリョとかカサミラっていう有名な観光名所も見たんですけど、そっちもほとんど一眼で撮っちゃったんで、機会があればスペイン編でまとめて作ろうと思います。
というわけで今回は以上です。